今回ジャパンツアーを行い、J リーグクラブと4試合を行うスタッドランス。久々の日本でのプレーとなった日本代表 MF 伊藤淳也が試合を振り返った。24日、ステードライムズジャパントゥール2024で来日したスタッドランスは、ジュビロ岩田とヤマハスタジアムで対戦した。伊藤、そして日本代表 MF 中村圭とも先発出場した試合。 試合は前半はゴールレスで終わると、62分に伊藤や中村ら9名が一気に交代。すると67分に岩田が先制する。しかし、ランスも反撃に出て、79分にウマルディア来てのゴールで同点とし、1対1のドローに終わった。日本での初戦を終えた伊藤。外戦試合となった中、熱い中でしたけど、前半、良い入りができました。ただ そこから後ろで回すだけになってしまって、0-0で終わってしまったかなと。後半、若い選手が入って、失点してしまいましたが、1点取り返して、引き分けで、最低限かなと思います、と総括した。岩田の監督はカタールワールドカップ、W 杯、まで森安はじめ監督のアシスタントコーチとして日本代表で働いた横内明信監督。また 怪我で戦列を離れているものの、元日本代表 GK 川島栄治も所属している。伊藤は、横さん、横内監督、とは試合前、栄治さんとは試合後に話しました。特にはあれですけど、きつかったなという話をして。栄治さんは、ちょっと時間あったら飯でも行こうよという話をしました。と、久々に代表を共に戦った人たちとの交流もあったと明かした。 なかなか崩せなかった前半だったが、岩田の守備については、ボールは持てましたけど、うまく低いブロックを組まれて、崩しづらい状況。特に俺とケイトのところはボールを受けづらい状況だったかなと思います、と、苦しんだとした。次は中2日で清水エスパルスと対戦する。伊藤は、今日は不甲斐ないプレーだったので、次はしっかり自分の良さを出して、チームとして勝っていければと思います。 勝利のたたために貢献ししていきたいきとした対戦してした中でジョルディ・クルークスが印象に残ったという伊藤久々の日本のファンの前でのプレーについては久々に日本のファンの皆さんの前でプレーできて嬉しく思いましたし楽しくできたと思いますとコメント柏レーソル時代以来のヤマハスタジアムでのプレーとなったが久々にやりましたけど雰囲気よくやれました前回柏でやった時 どっちが勝ったか覚えていないですけど、ナバさんが監督だったと思いますけど、良い雰囲気でできたと思います、と、どこか懐かしさも感じたようだ。残り日本では3試合、本当は勝ちたかったですけど、今日の内容からすれば、負けなかっただけ良かったかなという感じなので、次からも良いプレーを見せられればと思います、とコメント。残り試合で良いところ